サンドラーネットブロックはアメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー。愛称はサンディーである。2009年公開の幸せの隠れ場所でアカデミー主演女優賞を受賞した。バージニア州アーリントン出身。父親のジョン・ w ブロックはアラバマ州出身のボイストレーナー。母親はドイツ人、オペラ歌手、ヘルガ・マイヤー。母方の祖父は ドイツ・ニュルンベルクのロケット科学者、妹は、ジェシン・ブロック・プラド。12歳まで、ドイツ・バイエルン州ニュルンベルクで過ごす。そのため、ドイツ語を話せる。幼い頃から、バレエや声楽を学び、母親の舞台で、小さな役をもらったこともあるという。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにあるサンドラの名前が刻まれた、ホシースト・カロライナ大学で演劇を学んだが、中退し、 名門レイバーフッドプレイハウスで演技を学び直してオフブロードウェイの舞台に立つようになった。テレビ映画やインデペンデン,デント映画での配役を経て1992年のラブポーションナンバー9ではヒロインを演じたが、ここでは素晴らしい美貌を見せたものの痩せていて冷たい印象があったせいで人気を博するには至らなかった。後に彼女の独特の魅力となる愛らしさは この頃は、まだ備わっていなかった。1994年の、スピードに出演して、その愛らしい美貌と共に、一躍有名になった。以降は、ガールネクストドアというイメージが定着した。翌年公開の、あなたが寝てる間に、で、ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネート。2000年公開の、デンジャラスビューティーで、再び、 ゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。この頃より制作及び制作葬式にも乗り出す。2005年にハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。ブロックの星はスピードで共演したキアヌ・リーブスの隣にある。2007年1月、アメリカの経済誌フォーブスがエンターテインメント界で活躍する女性で資産の多い女性トップ20を発表し、 総資産103億円で14位にランクイン。2009年公開のあなたは私の婿になる幸せの隠れ場所での大ヒットにより、2009年マネーメイキングスタートップ10の1位となった。また、後者の作品でアカデミー主演女優賞やゴールデングローブ賞主演女優賞など多数の映画賞を受賞。また、同年公開のウルトラ・アイ・ラビューでは、 ゴールデン・ラズベリー賞最低主演女優賞と最低スクリーンカップル賞を受賞。こちらは2004年のハルベリー以来となる受賞式出席を果たした。2013年に公開されたコメディ映画デンジャラス・バディではメリッサ・マッカーシーと共に主演を務め、批評家から高い評価を受ける一方、工業的にも成功し、2013年公開の コメディ映画の中で最もヒットした映画となった。同年に公開されたゼログラビティの演技が評価され、第86回アカデミー賞主演女優賞にノミネート。また、同作品の配給収入の15%を受け取るという内容の契約を結んでいたため、工業的成功によって7000万ドル以上の出演料を得た。2015年。 ベイピープル氏が選ぶ2015年度版、世界で最も美しい女性ランキングで第1位を獲得。第16回全米映画俳優組合賞、受賞式にて彼女は、俳優のテイトドノバンと9年にわたり交際し、婚約も交わしていたが破局している。2002年、トーマスという男に付きまとわれるストーカー被害に遭う。翌年、その男には接近禁止命令が、 裁判所から出された。2005年、アメリカを代表するカスタムバイクメーカー、ウエストコーストチョッパーズ経営者であり、ディスカバリーチャンネルの人気番組、モンスターガレージの司会者でもあるジェシー・ジェームズと結婚した。ジェームズには二度の離婚歴があり、三人の子供がいる。2007年、夫、ジェームズを脅迫したストーカーの女性に対して、接近禁止命令が出された。 2010年1月、ニューオーリンズ出身の男児を養子に迎えた。2010年3月、複数の女性がジェシーと性的関係を持ったとメディアが報じた。サンドラはヨーロッパでの映画のプロモーション出演をキャンセルした。2010年4月、ジェシー・ジェームズとの離婚を申請。しばらくの間は女優を休業すると発表。2010年6月、 正式に離婚。養子の男児は、彼女が引き取った。2015年、サンドラは3歳の女児を養子にしたと発表した。2010年、ラジー賞の受賞式に登場し会場を沸かせる。ABCDIMDB サンドラブロック、バイオグラフィーハット、サンドラブロック、キアヌ・リーブスの横に星を獲得。2014年2月28日閲覧。 9年全米マネーメイキングスター第1位はサンドラブロックザヒート2013年10月13日閲覧超破格サンドラブロックゼログラビティの出演料は70億円以上に2014年2月28日閲覧最も美しい女性2015年版第1位はサンドラブロック本人は笑い飛ばす映画ドットコム 2015年4月24日閲覧サンドラブロック結婚サンドラブロックストーカーに接近禁止令母親業を楽しみたい離婚申請したサンドラブロックが女優休業宣言サンドラブロック酔っ払い運転の車が突っ込み正面衝突事故サンドラブロック自宅に侵入したストーカーと鉢合わせしていた恐怖サンドラブロック ストーカーに鉢合わせ。隣人にしたい有名人 S ブロックさんが圧倒的一位大物スターによる受賞スピーチも見物。最低映画を決めるラジー賞が面白いアカデミー賞のベストドレッサーが発表。一位はサンドラブロック第86回アカデミー賞サンドラブロックいち早く日本に震災復興支援をした理由私たちはみんなつながっている。 ありがとうございます。